では、香水です本日のテーマは「モテ組になると友達と喧嘩する」というお話をしていきたいと思います今日のタイトルの「モテる」っていう言葉は私はあんまり好きじゃないんですけどあのサムネイルは分かりやすい方がいいので使ってますえー、と「たおやかラブセオリー」を勉強していくとですね まあ恋愛スキルが上がって恋愛能に変わっていくわけですよそうするともともと仲良くしてたお友達と大体は意見が合わなくなっていくという現象があるっていうお話なんですね例えばお目当ての男性があなたがいたとしてやり取りして,、ま、してたとします でずっと順調だったのに突然ね連絡がピタッと止まるっていうことってよくあるじゃないですかそういう時にそんなパターンがあった時にあなたならどうしますかここでねやっぱり女性ってお友達にこうそれ相談したりとかねやっぱりしてしまうわけですよねでなんかさ最近なんか連絡こうへんねみたいなでここで割と 恋愛のねこのやらかし組のねあの女友達のアドバイスっていうのは大体ねこんな感じなんですよ「えマジで?」みたいな「早くそれ連絡した方がいいんちゃうんこのままやったら連絡来んくなって忘れられるで」みたいなこういうアドバイスされたことないですかうんなんか慌てて連絡するっていうかなそういう行動を取る人が多いですしそういう考え方なんですね 実はこれ自体がもうすでにやらかしてるんですよ別に連絡取ることがダメななんんじゃないんですねこの連絡を取り,取りましょうよって言ってる時の思考考え方がダメだって私は思うんですよだってこのお友達のアドバイスの本質ってね要はすごくわかりやすく言うと「逃げられたらあかんから早く連絡して捕まえとき」って 話じゃなないいでですすかそういう思考なんですよねこの女,女友達の考え方がだからつまりはもうすでに逃げる獲物を慌てて追いかけるみたいな立ち位置に自分を置いてるわけですよ。多分このの女友達はそういうい考え方の人なんですねだけど私はまあ何度も他のね動画とか他のブログとかでも言ってますけど男性が追いかけたいんですよ。 獲物はどっちなんっていう話なんですねださっきのこの女友達の意見で言うと獲物が男性に入れ替わってるやんっていう話なんですよ。獲物はどっちっちてでその思考のままね恋愛したら結局ね女性が追いかけて男性が逃げるっていう恋愛にやっぱりなりがちなんですね。だって元の思考が追いかけてるから焦って「あ早く逃がしたらあかんか早く連絡し」みたいな。 そういういことですね。でだからねこういうことが起こるからだからうちでもね鑑定来てくれた人にはね言ってるんですけどとりあえずね自分の恋愛のスキルが上がるまでは上がるまでと思考が定着するまでは今まで仲良くしてたやらかし組のお友達はちょっと距離を空けてまあもしどうしても会わなあかんねんやったら少なくとも 男性の話とか恋愛の話はしないようにした方がいいよってことをいつも言ってます。せっかくやらかし組から抜け出して、愛され思考に転換を図ってる状態なのに、まあ、言ったらその友達のアドバイスとかから邪魔される形になるんですね。もちろんそのお友達は悪気はなくて一切ないんですよ。しかも良かれと思ってアドバイスするから、これは余計に実は立ちが悪いんですね。 いいと思っっっててて言言るるから強く言ってくるわけですよだからやっぱ仲いいから仲良かったらそうかなみたいな感じでやっぱ聞いてしまうわけそしたらまたそっちにズルズル引っ張られていくわけですよやらかし組にねせっかく抜けようとしてのやらかし組にビューって引っ張られちゃうからだからなかなかこう改善が遅くなっちゃうっていうところが出てくるんですねまあ普通まあ仲いい友達からアドバイスされたら聞きたくなるじゃないですかでもその 友達自体がもともとやらかしてるわけだから、えー、その人がしてくるアドバイスというのは基本的にやらかす結果になるアドバイスしかできないんですよ頭の中にそのアイディアしかないからやらかすアイディアしか持ってないんですねその方っていうのはだからその子いい子かもしれないすごくいい子だろうと思うし仲もいいしあのお互いね仲良しでいいんだけどもそこに関してはちょっとね距離を置いてしばらくの間ね いた方が私はいいと思うで私言ってるのはもしもどうしても友達のアドバイスが聞きたいんだったら絶対にモテる女性のアドバイスだけを聞いてっていうふうにすごく言ってますモテる女性っていうのはもう思考がそういう思考なんで今みたいなアドバイスしないですよおそらくであのーまあ、しばらくねやらかし組みから、まあ、そうやって距離を置いてくれた 方々もいいらっしゃいますそうするとあのー、時期にねやっぱりこう鍛錬していくと思考が転換できていくわけですねで定着してくると晴れてねやらかし組の友達と久しぶりに会うことになるんですよそしたらねまたね似たようなシーンがまた再び起きるわけですね例えばまたその女性が別のね男性との関係でやり取りしてて なんか最近ちょっと連絡来なくなっちゃってねみたいな話を、まあ、女子会とかでしますやん何気にそしたらやっぱりねそのねやらかし組の子たちはいやそれは早く連絡しなあかんでやばいでとかいうことをまあ言ってくるわけですね大体いいその考え方その人の考え方ってそんなね短い短期間にすぐに変わらないからいつも同じこと言ってくるから言ってくるんですよでも一旦そこ抜けて思考が変わってしまった場合はね 要は愛されんのになっている人はここでうん大丈夫もうちょっと待ってみるわっていうことを平気で言えるわけねそうするとやらかし組の人たちはもう心配やから悪気ないんよ悪気ないんやけどそんな連絡せえへんかったら忘れられるでとか <laughs> ほっとったらあかんよとか <laughs> そんな連絡せえへんかったら他の女の子に取られるで早く早くみたいな感じでみんなして言ってくるわけ <laughs> そういう考え方の人たちだから で,でも愛され思考に自分が完全に変わってしまってるとねここでね「いや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 そのな」って「あんたのその考え方はそもそも違うで」って言いたくなるわけですねもうすでに追いかけてるでしょってだからうまくいかへんねんでみたいなことを自分が理解できてしまうと言いたくなっちゃうそうすると <laughs> あの今までだったら連絡しないと「あかんであかんで」って言われたら「そっかな」みたいな感じで連絡したわけじゃん。 それれがが意見の不一致がここでで生まれていくわけですねだからなんか急になんか前と違うことを言い出してしかも自分があの今まで聞いたことないようなしたことないようなことを言い出すからえー、なんかありえへんみたいなそんなあかんってみたいな感じでそこはちょっと喧嘩みたいな喧嘩までいかへんかもしれんけどなんかちょっと意見が違うんじゃないみたいな感じのことがこうモヤモヤ起こるわけですよ。 こうなるともうけ結構価値観が違ってしまってるんでねだからちょっとね平行線になっていくあ言っても通じひねんなみたいなその子の性格にもよるけど、まあ、素直な人やったらそうなみたいな感じ弾いてくれたりするけど絶対自分が正しいみたいな感じの人って弾かないから何言ってんの連絡取らなあかんやんかこんなんとかいう感じでなんかお互いなんか自分の主張しだして <laughs> ちょっと喧嘩じゃないけどそんな感じになるっていうね。だから うちの開運サークルね神田の会っていうサークルやってるんですけどそこのメンバーさんからでもあのこの報告ってよくいただく報告なんですねなんか最近なんか私恋愛はすごくうまくいくようになったんですけどなんか前ずっとね仲良くしてた友達と意見が合わなくなってきたんですよねみたいなでも自分はね今の思考でうまくいってるわけですよ恋愛がだからその友達を見てたらまるで過去の自分を見てるみたいに思えますって こういう意見がすごく多いです。つまり、自分も、過去はそのやらかし組にね、どっぷり使って、そっちの考え方で生きてたわけですね。だから、友達、そこから抜けたもんで、やらかし組からもう抜け出たから。改めて見ると、ああ、私、前、こういう風うに思ってたな、みたいな。 本当に恋愛うまくいく人といかない人って思考が真逆ぐらい違うのでそれぐらい抜けた時にやっと自分ががどれだけ間違っっててたかを再認識できるっていう現象が起こ,るんですよここまで来たらもうやらかし組に引き戻されることってあんまりないのであの会ってもいいんですけどその友達ともね会ってもいいし恋愛の話もしてもいいんだけどもその友達が素直じゃなかったら多分あの意見の食い違いで。 なんかガチガチこうぶつかるっていうようなことにはなるかもしれないでも、あのー、もしねその友達を本当にあなたが救済してあげたいんだったらね別に意見をこう頑固だったら頑固で掘ってたらいいからあの別にその子の考えをあの素直な人やったら言ってあげたらいいと思うしあの変えてあげたらいいと思うんだけど頑固で自分絶対間違ってへんみたいな人もいますやんかそういうもう掘ってていい。 掘ってててても問題なくくそのうち気づくからっていうのはあの例えばあなたが、えー、と恋愛思考を変えた時に絶対恋愛うまくいきますからそうするとその友達は、ね、見てないようでめっちゃ見てるからあなたの恋愛があれ最近ちょっとあんたうまくいってんちゃうんみたいな感じで実は気にしてるしあのずっと観察されてるからね。 そ,そうすると、ずっとうまくいくわけですよそしたら、あれ、もしかしてやっぱりあの子の言ってくること正しいかもしれへんなってなんか幸せそうやしみたいなやっぱりうちに、ね、来られる方、すごい紹介の方も多いんですけどやっぱそのまずおそのあの、うちに来てくださった方が恋愛うまくいってすごい幸せそうにしてるわけですよそうすると、その友達はやっぱり前とかその子がね変化して変わってしまったからすごく気になるしえ何,何したんみたいな。 何をしたたらそんな風にうまくいったみたいな感じでやっぱ聞くわけですよそうすると、まあ、あのう,ちうちのお客さんがね「あのいや浩いさんっていう人のところ行ったねん」とか「こういうブログ読んで」とか「こういう動画聞いてだんだん 変えていったねみたいなことを言ってくれはってでだからうち来てくれはったりとかあの何々さんから聞きましたっていう感じでなんかすごい幸せそうにしててって前は一緒にねこう女子会とか行ってこうグダグダ言ってたんだけどなんか最近彼氏できてすごい幸せそうで私も一旦ね婚活とかもう諦めてたんですってもう無理と思って諦めてたけどあの子のことを見たら私もやっぱりやろうって再,再度ね 覚悟決めたたたんででですすすみたいな感じであの来てくれたりするわけですよつまりはあの別にその意見の合わないそのやらかしてる人たちを何とかして変えてあげたいかもしれないけどそんなことはする必要なくてご自身あなたが恋愛思考を変えて幸せな姿を見せ続けてあげることなんですね見せ続けてたら勝手に向こうから聞いてきますから「何したん?」とか「なんか最近楽しそうやん?」とか。 うまくくいいっててんのとか聞いてくるか聞るそういう中からいやこういうの見てねそしたらすごくうまくいってみたいな、まあせまあ、別に宣伝してとは言わないけども言ってくれても構わないしやっぱりその子の思考が変わらないと多分同じ結果になっちゃうので、まあ、そういう感じであのやがてはね一旦はちょっとガチ,ガチンコするけども意見が食い違う時はあるんだけどもでも。 えっと別にさ縁を切る必要はないわけで仲良くしてたそれ以外のところで多分気が合うと思うので仲良くしてたら時期にそのお友達も気づいて聞いてくるし聞いてきてその子も聞いてきてくれたらあなたがあなたが幸せになることでそのお友達のことも結果的には救済してあげれるんですねだからその無理からに変える必要もなくてっていうことまず自分の恋愛に注意 注力してってっいうのかなあの集中して自分が幸せな姿を見せていくってことが一番あのその人のことも幸せにしてあげれるかなと思います。でそうですねえー、っとだからまあえっとねやらかし組の友達とまあお付き合いしてるっていうか、えっと、やっぱりね 同じ思考の人同士って仲良くなるじゃないですかだからどうしても友達同士仲良くしてるコーラ同士ってあの思考が似てたりするんですねだからやっぱりやらかし組に自分がいてるってことはやらかし組の友達も同じ考え方っていうので仲良くつるんでしまうわけですよだから あのそのまあ、仲良くするのはいいんだけどそこでなんかその恋愛に関してああでもないこうでもないってみんなやらかしてるのにやらかしてる者同士が集まって知恵を出し合ったところで、まあ、正直知れてるんですね大した知恵なんか出ないんですよだから、あのー、そういうことから考えるとアドバイスをねもらうときにね本当はねそのもし私のとこを訪ねてくれたんだったら私の伝えたことをそのまましたらストレートにうまくいくと思うんですけど。 もしまあ友達にアドバイスもらいたいときはその少なくともやらかしてる友達には聞かんといてって言ってるんですよ。もしもどうしても聞きたいんだったら今モテてる女性モテてたりとか男性から愛されてるあ,あんなカップルになりたいなっていうようなカップルの形を作れてる女性に聞いてくださいねってことをすごく私は口を酸っぱく言っています。どどううしてもやっぱりね仲いいいいいからきつい聞聞いちちゃゃけどその聞いちゃって がためにやらかす思考でアドバイスされてしまうからら結果やかかすというねあの悪循環がこう起こるしかも悪気なくやってるからこれ問題なんですね。でだからただね、えっと、モテる女性でもちょっと2種類いてるなと私は思っててあのもう生まれつきモテる人っているんですけど生まれつきモテる人って割とね素でモテてるから、あのー、自分がね何でモテてるかっていうのがねわからない人が多いんですよ。 なななんんででやろうみたいい分析してないんですね別に困ってないから <laughs> 生まれつき持てるから困らないんですよ男性のことでだからそれに対してどうこう考えるあの時間も持たないしそれをだから質問されてもいやーなんでやろうみたいな答えが返ってきたりしてなんかちょっと雲をつかむような感じっていうかそういう場合もあるだけどこう後天的に努力をして、まあ、持てる ようになったり思考が変わった人っていうのは割と自分の失敗のパターンとかも分かってこう分析してたりするのでそういう人にアドバイスをもらうっていうのは本当は一番いいで,で、まああももしね自分でだけで勉強しても分からへんにやったら、まあ、プロの力を借りるのもそうだしあのそういうモテる女性に聞いてくださいっていうお話です。だからまあ今日の話はやらかし組からね愛され組に変わる時に。あの 結構ね必ず通る道なのであの注意してくださいっていうお話でした <laughs> はい本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう